皆さんこんにちは、マッシーでございます。今日はですね、マスターズオーディオプロジェクトのこの春の新製品になりますこのアコースティックパネルをちょっと試作品ができてきましたので、この4畳半のオーディオルームで、テストしてみようかなと思います。こちらがその商品になります。MDF をですね、このピラミッド状のデコボコ仕上げに、加工しまして、それを塗装して仕上げています。裏面はですね、穴が2箇所開いてまして、まさに壁にこう絵を描けるようにして使っていただくという、低材波を防止するためのアクセサリーでございます。こちらの、ホワイト仕上げと、それからもうあの壁にかかってますこのクリア仕上げ、この2種類を、展開しようかなと考えています。それではちょっと試してみましょう。音を出す前にですね、ちょっともう一回この4畳半のオーディオルームを、ご案内しておきたいと思います。入りまして、左側の面にスピーカーを設置しています。この大きなスピーカーが1台あって、その上面にアコースティックパネルを1枚、設置しました。それからこの左側のスピーカーの上部分にもアコースティックパネルを、2枚設置しています。そしてこちら、操作面の方ですけども、クリア仕上げのアコースティックパネルを1枚、2枚、3枚と設置しています。1枚の大きさは 75cm×45cm ですね。幅が 45cm の高さが 75cm になります。重さはまあ 3kg ぐらいですね。それでは1曲お気に入りをかけてみたいと思います。Thank you.